できなかった。みんな月末評価に向けて、月末評価に向けて、韓国とかだったら、まあ、その契約が切られちゃうとか、そこまで崖っぷちのあれなんですけど、最後のレッスンだったんで、その時にできてなかったっていうのが本当にメンタルがやばくて、すごい厳しく見るって言われてるし、緊張はします。なんか日替わりでリーダーやるってこの間決めなんかそのリーダーが決まってないので、ね、今日は甲子園がリーダーっていう感じで、で来週はあえたくんで、まあ、再来週は県で、また来週はなるみたいな。あ、週替わり。そうです、そうです。なんか東京に来るためにリーダーが変わるみたいな感じで、僕たちは番組中でリーダーしてなかったので、リーダーとセンター、はい、リーダーせーので指さす、せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。リーダーなりたい人、リーダーなりたい人、なんか最初もリーダーって決めちゃったら、あんま意見とか言わない、なんかね、出てくるかもしれないし、みんなやってみるのもいいかなと思って、この間ミーティングした時に決めました。本人たちもその方がいいって言ってて、だから本人たち発信でもあるというか、そのそういう人をつけた方がいいというか。よし、やるべ。できなかった。今週、まあ、9月からレッスン始まって、今回が初めて多分2週連続東京に来たと思うんですけど、月末評価に向けてが、まあ、一番今やらなきゃいけないところだと思いますけど、その月末にその、ラップボーカルダンスの、評価をしてもらって、1ヶ月その頑張ってきたことをどこまでできたのかっていうのを確認するというか、で評価してもらって、自分はここまでできた、ここまでできてないっていうのを分かるためにやるものです。韓国の練習生の方たちはみんなそうやって、月末評価があってっていう感じで、まあ、そこで、まあ、韓国とかだったら、まあ、その契約が切られちゃうとか、そこまで崖っぷちのあれなんですけど、ちゃんと一回自分を見直せるいいチャンスというか。まだ月末評価のどんなものか分かってないから、なんか疑問とかもまだそれ自体浮かんでこないし、課題はラップとボーカルですね。そのダンスはその少しずつこうやってるんですけど、
ボーカルとラップにちょっと苦戦してるんで、それが不安なので、もっと練習して頑張りたいと思います。このままだとちょっとダンス順位やばいなと思ったので、ちょっと今週のもう平日とかはいっぱい練習スタジオとか借りて頑張りたいなって思います。やっぱまだまだ他3人と比べたら自分はまだまだなので、もっとその地元帰ってももっと練習しないといけないなって思いました。ムサコスまで行けばいいですか。あ、それも一緒だから。君がどこに行ったって僕の声で守るよ。せわしなくする日々、 Keeping myself busy、 紛らわすため埋め込んだスケジュールでも忘れられないよ。かくれんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って。 My friend、これで気をつけたいのはバランスを取ろうとしてこうなったりとか、なんて下蹴る、下から横に乗って、スースイコーワン、スースイ。今日はい、ラポネボーイズ初めてのレッスンだと思うんですけども、はい、どうですか、第一印象というか。いや、素直だなっていう感じがすごい大きかったですね。なんか最初ちょっとこう戸惑ったり、なんていうのかな、できないなっていうことがあっても、なんかまあちゃんと言えばその通りに体を動かそうとしてくれるっていうか、そこのなんか頑張りがすごく見えたので、伸びしろすごくたくさんあるんじゃないかなと思って、はい。楽しいよこれ、楽しいよ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 、やばいよ、やばいよ、こいつ。まああのレッスン受けてて、やっぱ言われることの方が多くて、でも自分ではやってるけどそれが治らないっていうところの葛藤もやっぱあるみたいで、ちょっと自信がないですみたいな、モチベーションどう保っていいのかわからないみたいなことは言われましたけど。ちなみに誰ですか。平本くんです。あの頃には戻れないね、できることなら来いよね、ノーバー受け止めるよ、ブレイン、本当に It is time to say goodbye。 행군 평소에했던것보다지금오늘소리가잘안나와요。ケン君、普段ラップしてたことより今音がちゃんと出てない感じがあります、はい、月末評価のまでその最後のレッスンだったんで、その時にできてなかったっていうのが本当にメンタルがやばくて、で送って、その、まあ、頑張って電話でも喋って、で頑張ってみようみたいな感じ言われて、で、もう少し頑張ってみますって言いました。まあでもそのいろいろ壁みたいなのはまあみんないろいろあって、まあエータとかだったらダンスがみんなよりもついていけてないってところで、でも緊張はします。すごい厳しく見るって言われてるし、ラップとかほぼその今までやってきて、そのレッスン受けるまでほとんどやったこともなかったし、それをその1ヶ月の成果を見てもらうっていうのはすごい緊張します。